皆さんお元気ですか？エンターアートの大阪ゆかりです。今回はコンテンポラリーダンサーのなり方についてお話しします。こんなコメントをいただきまして、ちょっと中略しながら紹介しますね。はじめまして、美大に通っているものです。前からずっとコンテンポラリーダンスに惹かれていて、ありがとうございます。自分でも踊りたいと思っていました。できればダンサーになれるほどの実力が欲しいです。成人していてバレエの経験はなく、ダンスの経験も独学です。こんな私でもコンテンポラリーダンサーになれるでしょうか？コンテンポラリーダンサーになるために必要なことは何でしょうか？そして何をすべきでしょうか？というね、コメントをいただきました。このダンサーになれるほどの実力が欲しいっていうのは、プロのコンテンポラリーダンサーになれるくらいの実力が欲しいっていうことかなと思うんですけれども、まあプロのダンサーっていうのはダンスを踊ることで対価を得る、収入を得るっていうことだと考えてお話しします。このコメントを拝読して、質問のポイントが4つに分かれるかなと思いました。1つ目はバレエの経験がなくてもコンテンポラリーダンサーになれるのか。2つ目は成人していてダンスの経験もあんまりないけれどもプロのコンテンポラリーダンサーになれるのか。3つ目、コンテンポラリーダンサーになるために必要なことっていうのは何か。そして4つ目、コンテンポラリーダンサーになるためにするべきことは何かですね。この4点をお答えしながら、コンテンポラリーダンサーになるためにはどうしたらいいの、どうやったらなれるのっていうのをお話ししていきたいと思います。日本とアメリカとか、まあ、海外で状況は違うと思うんですけれども、根本的にはどこの国に行っても大きな2つのルートがあるかなと思いますので、そのね、2つのルートをお話ししていきたいと思います。ではまず1つ目、バレエの経験がなくてもコンテンポラリーダンサーになれるのか。これね、あのバレエのバックグラウンド、バレエのトレーニングをしていた人がコンテンポラリーダンサーになっているっていうケースがすごい多いんですよね。私も実はそうでして、もともとバレエダンサーをしていたんですけれども、転向してコンテンポラリーダンサーになりました。で、結論から言いますと、なれます。今言ったようにバレエのバックグラウンドがある人は実際多いんですけれども、もちろん最初からコンテンポラリーダンスをしたくてコンテンポラリーダンスを学んでコンテンポラリーダンサーになる人もいるし、ヒップホップとかストリートダンスをやっていたとか、サーカスのパフォーマーだったとか、別のジャンルのパフォーミングアーティストで、でコンテンポラリーダンサーになったっていう人も私の周りにもたくさんいます。みんながみんなバレエのバックグラウンドがあるわけではありません。なので、バレエの経験はなくてもコンテンポラリーダンサーになることはできます。ただね、あの私は例えばそのストリートダンスがバックグラウンドのコンテンポラリーダンサーだったりしても、バレエのトレーニングを大人になってからでもすることはとってもおすすめです。なぜならバレエのトレーニングの中には、一般的に舞台上で綺麗に見える角度とか方向っていうのをたくさん学ぶことができるんですね。だから私はもともとバレエやってなくてもバレエのお稽古をするのはとってもおすすめします。2つ目、成人していてダンスの経験がほとんどない人が今からプロのコンテンポラリーダンサーになれるのか。これはですね、あの正直に言いますと、とっても難易度は高いし、たくさんたくさん努力して、なおかつとってもラッキーじゃないとなれないとは思いますが、可能性はゼロではないと思います。実際ね、そういう大人になってからコンテンポラリーダンスを始めてコンテンポラリーダンサーになったっていう人とかもね、ゼロではないです。はい。ただとても難しいし、特に女性にとってはさらに難しいと思います。まだ男性の方が可能性が高い。なぜならばダンスをやっている人口って圧倒的に女性の方が多いんですよ。だから競争率の激しさが全然違うのね。で、すごい競争率の激しい女性、しかもその多くが子供の時からダンスをやっているっていう状況で、その中で振付家とかに選ばれて仕事をもらえるようなポジションに食い込むっていうのは
とっても難しい。まだそれに比べると競争率が、まあ、女性と比べたらね高くない、男性の方がまだ可能性は高いです。私の周りにもこうアクターをしていたんだけれども、ひょんなことからコンテンポラリーダンサーとして舞台に立つことになった、そういう仕事をすることになったっていう人とかも実際にいるので、本当に可能性はゼロではないです。3つ目、コンテンポラリーダンサーになるために必要なこと、必要な能力とか技術のお話なんですけれども、もちろんいろいろありますが、私が思う根本的に必要なことをお話ししますね。一つ目はグッドムーバーであること。よく動ける人っていう感じかな。単純に身体能力が高くて振付家の指示通りよく動ける人というのがとても重要な能力です。もう一つは臨機応変に考えて体で表現できる人というのも重要な能力です。例えば振付家から一つの動きのフレーズを与えられて、この動きをとっても静かなイメージで動いてみてって言われた時にすぐに体の動きで表現して提示できる。で、同じ動きなんだけれども、とっても暴力的で激しいイメージで動いてみてって言われた時にまたそれを変化させて提示できるというような臨機応変さがとても重要な能力になります。あともちろんリズム感というか音楽とか音をよく聞けて体で表現できる能力とか、ある程度の体の柔軟性とかも必要ですし、ダンスのお仕事は大抵の場合たくさんの人が関わって一つの作品を作るので、そういった状況で問題を起こさないような常識的ないい人っていうのも地味ではありますけれども重要な能力、まあ性質だと思います。以上がコンテンポラリーダンサーになるために根本的に必要なこと、必要な能力や技術かな。で、次の話にもつながってくるんですけれども、コンテンポラリーダンサーになるためにはダンスカンパニーのディレクターとか振付家に選ばれてお仕事をもらわなければいけないわけですよね。そうなった時に今お伝えした根本的に必要な能力プラスアルファいろんな条件とか要素が加わってくるんですよ。その時々の振付家の作ろうとしている作品の内容だったりとかダンスカンパニーの状況によって求められるもの、能力が変わってきます。例えばこの作品ではバレエ的な美しい動きができる人を探しているとか、ヒップホップの要素ができる人、アクロバティックなことができる人、演劇的なことができる人とかね、この作品のこの役でこういう容姿の人を探しているとか、今ダンスカンパニーの中で背の高い人が少ないので背の高い人を入れたいとか、そういうことに加えて各演出家とか振付家の好みの動きに当てはまるかどうかっていうのも選考のポイントになってきます。もうこれに関してはその芸術的センスというか芸術的好みが合うかどうかなんですよね。こういったいろんな要素が加わってくるので、何歳でコンテンポラリーダンスを始めたかとか男性か女性かとか以前に相当運ゲーなんですよ。でもね、だからこそ最初に言ったよく動けることとか臨機応変に体で表現できることっていうのが最低限とっても大事なんです。なのでね、私がコンテンポラリーダンスを教える時にはこの2点にとてもフォーカスした内容で教えるように心がけています。日本でもね、時々帰国した時にダンスクラスやワークショップをすることがありまして、開催する場合はこのチャンネルや私の SNS でお知らせしますので、チャンネル登録まだだよという方はぜひね、チャンネル登録してチェックしてください。そして最後4つ目の質問ですね。コンテンポラリーダンサーになるためには何をすべきか。これはまあ日本でも海外でも根本的には一緒だと思いますので、こう大きく分けて2つのルートプラス、まあ、こんな方法もあるかもっていうのをお話ししていきます。1つ目のルートはコンテンポラリーダンスのダンスカンパニーに所属するのを目指してオーディションを受けるです。とにかくダンスカンパニーのディレクターとか振付家とかに見つけてもらわなければなりませんから、とにかくオーディションを受けるでございます。
日本ではノイズムというダンスカンパニーがありまして、日本で初めての公的なダンスカンパニーで新潟にあります。それ以外公的じゃないダンスカンパニーもいくつもありますので、そのいくつかのダンスカンパニーのウェブサイトをこの動画の概要欄に載せておきます。こういったダンスカンパニーって常にオーディションを開催してダンサーを探しているわけではなくて、時々ダンサーを募集していてオーディションを開催することもあるっていう感じがほとんどだと思うんですよね。で、その開催する時にはダンスカンパニーのウェブサイト上などでお知らせがある場合が多いですので、気になるダンスカンパニーがある人は随時オーディション開催のお知らせがないかをチェックしておくと良いと思います。もしくは直接興味のあるダンスカンパニーに問い合わせしてみるのが良いと思います。めっちゃ運が良ければ公にオーディションを開催する予定はないんだけれども、ちょうど一人ダンサーを探してるから個人的なオーディションという形でカンパニークラスだったりとかリハーサルにちょっと参加してみませんかっていう話になる可能性もなきにしもあらずです。で、2つ目のルートがフリーランスのダンサーとしてコンテンポラリーダンスの公演のオーディションを受けるっていうルートです。コンテンポラリーダンスカンパニーのオーディションとコンテンポラリーダンスの公演のオーディションと何が違うのかって言いますと、ダンスカンパニーの方はこの団体に所属するためのオーディションなんですよ。で、一度そのダンスカンパニーに所属したら、契約期間中とかは割とずっとそのダンスカンパニーの公演に出たりすると。一方このダンスの公演のオーディションを受けるっていうのはその一つの公演単体のオーディションを受けるんですよ。なのでその公演の期間が2日間だったら2日の公演に出るし、2週間だったら2週間の公演に出るしっていう形で、その時限りの契約になります。こういったコンテンポラリーダンス公演のオーディション情報というのはオーディション情報サイトに載っていることが多いです。舞台芸術関係とか芸能関係のオーディション情報を載せているウェブサイトというのがあります。で、こういったウェブサイトにはミュージカルの出演者募集とか演劇の出演者のオーディションとかミュージックビデオとかいろんなジャンルの出演者募集の情報が載っているんですけれども、その中で、コンテンポラリーダンスっていうキーワードで探すと見つかると思います。オーディションサイトもいくつか概要欄に載せておきますので、気になる方はチェックしてみてください。このダンスカンパニーのウェブサイトとかオーディション情報サイトのウェブサイトとかを概要欄に載せていますけれども、私は全く関係ありませんので、このダンスカンパニーとかこのオーディション情報サイトに載っているプロダクションの雇用形態がどんなだとかは全く存じ上げませんので、気になることがあったらご自身で問い合わせしたり調べてご自身の判断でオーディションを受けようと思う方は頑張って受けてみてくださいね。ということで、コンテンポラリーダンスカンパニーに所属するかフリーランスのコンテンポラリーダンサーとしていろんな公演に出演するっていうのが大きく分けたコンテンポラリーダンサーになる2つのルートですので、そのためのオーディションを受けるというのがコンテンポラリーダンサーになるためにするべきことです。それ以外にはコンテンポラリーダンスの振付家の中にはダンスワークショップとかダンスクラスを開催している人もたくさんいるので、そういうところに受けに行ってこうその人の動きを学んでいく、そしてこう自分のことも知ってもらうっていうことをしていたら、もしかしたら今度パフォーマンスやるんだけれども一緒に出ないって声がかかることもあるかもしれません。案外こういうのも多いんじゃないかなと思います。ちなみに私がニューヨークで所属しているダンスカンパニーヤーサマーダンスシアターに入ったきっかけはスカウトでした。私が留学中にダンス学校の公演に出たのをたまたま新しくヤーサマーダンスシアターというダンスカンパニーを立ち上げようとしている振付家が見て声をかけてくれたんですよね。このダンスカンパニーはプロダクションごとに、契約するダンスカンパニーで、一番最初は今度公演するから出ないって一つのプロダクションに呼ばれただけだったんですよ。
それがなんか気づいたらずっと呼んでもらえて、もう15年以上ずっとやっているっていう形なので、本当にラッキーでした。それ以外のニューヨークでのお仕事はその都度オーディションを受けてフリーランスとしてやっています。一度オーディション受けてまた再演するときとか、同じ演出家が新しい作品を作るときとかに呼んでもらったりすることはあります。で、日本でやっているエンターアートは私が主催者側としてやっているので、私が、出演者を選ぶ側としてやっています。このエンターアートで日本で最初の公演をしたときには、この公演限定の出演者を募集してオーディションを開催しました。その時の公演に採用して出演してもらったダンサーの中で、後にまた別のプロダクションやるんだけれども参加しないって声をかけて、ずっと続けてやってくれているダンサーがいますので、割とそういう感じで一つのプロダクションからつながっていくケースっていうのも多いと思います。ということで、今回はコンテンポラリーダンサーになるにはどうしたらいいのという質問にお答えしてみました。まあ、プロのダンサーになるのってすごい訓練と、それに加えてそれ以上に運も必要だったりしますので、大人になってからは難しい世界ではあると思うんですけれども、この質問者さんは美大生ということで、きっと芸術的センスがある方だと思いますので、そういったアプローチからチャレンジしてみるといいんじゃないかなと思います。またダンスに関する質問などございましたら、こんな感じで動画でお答えしていこうと思いますので、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が良かったよ、ためになったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本当に動画を作っていく励みになりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。